天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。あなたにとってのカリスマは誰ですか？天才ピアニストの竹内です。そうですね、うん、マスミ自身です。マスミです。マスミ自身ですみたいなね、そういった少数派の方もいらっしゃいますけれどもね、うん、なんかこの世の中にはいろんなカリスマがおるじゃないですか。はいはい。でなんかなんていうの、いろんな人が名言というか、辛い時に、うん、この人の言葉を信じるとか、うん、この人のこの活動とか、うん、SNS とか見てたら元気出るわみたいなとかあるじゃないですか、うん、ほんで我々がかねてから好きなさ、アレン様とかもそうじゃないですか、はい、マスミさんが見つけてきて。アレン様はね、アレン様ね、知らない方いたら見てください。独特なね、お言葉遣いでね、本当にこう面白い。せやねん、うん、どういう意味みたいなこと言わはんねんけど、なんかこうバシッとくんのよな。せやな、うん、ワードがいいんですよね、そこのウォンナたち。女のことね、ウォンナ、ウォンナ。そうやねんな。だからああいう人もいるし、うん、なんかまあ、今は、うん、YouTube とかでさ、はい、ミキティさんがはいはいはい、結構カリスマ化してるというか、あ、この恋愛相談、あ、そういう系か、恋愛相談とかもいいし、家庭のこと、子供のこととか、はい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 、そういう女性の強い味方みたいな感じで、うん、へ、なんか私もね、そんな詳しいわけじゃないんですけど、うん、YouTube の動画でもうその質問があって、うん、もう、不倫してしまってますとか、うん、子供のことでこうやって悩んでて、旦那が協力してくれなくてとか、うん、それに対してこう割とズバッと言うみたいなんで、うん、こう彼ちょっとカリスマ化してたりとか。なるほどね。なんかさ、みやぞんさんとかもちょっとそっちの系あるじゃないですか。ちょっとこうなんか明るくて平和な、うん、なるほどね、なんかこうな、うん、言葉に勇気づけられるみたいな。だから否定もせず、うん、はい、まあ、肯定しきらず、はい、とかですかね、元気づける感じの、うん、だから大体、まあ、カレンダーを出すんですよ。いや、もうそんなんで言ったらさ、うん、修造松岡とそう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 、そういうカリスマもいますよね。アンミカさんちゃう？アンミカさんもカリスマやな。でも身近で言ったらさ、エルフの荒川も、うん、荒川ちゃんもカレンダー出してない？毎日ギャルみたいな。はいはいはい。やっぱこうポジティブな、うんうん、要素があって、笑顔が素敵で、うんうんうん、声が大きい、はい、大事です。人がそういう覇気があるっていうね、カリスマになるよね。アレンさんもやっぱ声大きいもんね。でかいよ。ちょっとムカつくんだけど。落ちろ落ちろ、地獄に落ちろっていうのがね。どうしたどうしたっていう。落ち着いて落ち着いてっていうね。急にねバチバチやるから。でも結構さ、うん、そう見たこういろんなパターンの人いますけど、みんなこう、うん、一生懸命生きてるみたいな感じはあるよね。いや、そうやな。自分がまず一生懸命生きてるという。冷めたとこがないっていう。うん。無駄にしてないような、一秒一秒。そうやな。カリスマ。ローランドさんもそうか、ちょっと。あ、そうやな。言葉に影響力あるみたいな感じか。うん、あの人はでもどっちかというと、ちょっとセルフラブ要素も多い。ああ、確かにね、うん。みんなにこう元気を与えるっていうのもあるけど、うんうん、ちょっとこう、俺様。俺はこうだから。で、それで、あってなるんですよね、みんな。俺っち最近みたいな。はい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 。確かにいろんなパターンいますよね。だからみやぞんさんとか多分こう人を傷つけない感じの。そうやな。うん。やと思うんですけど。うん、多分ミキティさんとか、あ、人を傷つける感じではないけど、うん、別れなよとか、うん、割とこう、ほんまにその人のことを思ってズバッと言うみたいな。はぁ、細木和子さんみたいな。まあまあまあ、細木和子さんほどの。地獄に落とすで、あの人。それで、あの人は星の力も持ってんねんから、星の力も持って自分で。大作界が来るわよ。そう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 、来るからね。うん、だから瀬戸内寂聴さんとかね、そういう。あ、そうやな。まあ言葉に力のある人っていう感じですけどね。うん、いろんなパターンの人いますね、そう考えたらね。そういう人になりたい。あ、そうですか。うん。言葉のカリスマというか、もう、マスミの哲学。マスミの哲学。はいはい。哲学。はい、哲学を。ちょっと恋愛相談みたいなまた始めようか。うわー、あれおもろいね。皆さんね、ちょっとほんまに結構、ますみさんのこの芸人人生の初期の時期に。めっちゃ初期やで、あんな。インスタグラム恋愛相談っていうのがあって、それがもうほんまに香ばしすぎて、火が上がったんですよ。うん、普通はちょっとアブってこう香ばしい匂いがしてくるだけなんですけども、はいはいはい、炎が上がる。もうね、あれ好きやったら、まあ今でも見れるんか。インスタグラムのストーリーズにまとめてましたっけ？まとめてないか？まとめてたかな。ちょっとね、うん、結構独自の独自の視点というか、まあこのラジオでもね、うん、人を好きになるってどういうことなんですか、うん、で触れていたいし触れられたいと思うかどうかですみたいな、はい、そういうワードもありましたけど、うん、いろんなね、なんか本当はいろんなあったんですよ。どっかの番組のディレクターさんが、はいはい、なんかマスミさんのあれ好きなんですよね。何でしたっけ、触れたい、触れみたいみたいなやつあるじゃないですか。ってな
バレたそれ。え、ちょっと珍しいですって。大体、モノマネのこと言ってきたり、ネタのこと言ってくださるのに。はい。それーって。めずいな、あれ。マスミさんのあれ好きなんですよね。看護師あるあるやなかった。そう。違うの。触れたいし、みたいなやつ。でも確かにそうですもんね。なるほど。それ男性の方ですか？男性で。しかも、なんか、ちょっと真面目な感じのね。はい。あんまそういうこと言わへんタイプの。あ、そうなんですか。ってなった。あ、じゃあこれはまた再開した方がいいですね。やりますか ？YouTube で。あ、でもあれは文章の方がおもろいんか。文章と写真とな。だからマスミさんに質問まあ設定ある一定の期間で締め切って、うん、で順番に答えていってくれるんですけど、そうそうそう、絶対にそのインスタグラムのこの背景に自分の若い時のなんか、イケてる写真、そう、イケてる写真を貼ってくれて、うん、そこにねいろいろこう。メッセージをね。そうそうそう。あれおもろいな。確かにあれやった方がいいかもしらんな。結構長々書いてたよな。え、めっちゃ長いで。一個に対して、ほんま一個の質問に対して、うん、画面いっぱいに。画像を作ってやな。ほんで文字の配分、文字の配置とか色味とか、はい、色味して全部考えて、ほんまに15分くらいかかんね、一個。だからちょっと体調崩しかけてたもん。なんか頭痛い最近とか。やばいやばいやばい。相談乗りすぎて頭痛なってる。あの時ほんまに2年目とか3年目とか、うん、時間あったんですよね。そんなんやったから、質問を募集してもそんなな、死ぬほどけえへんねん。確かに答えていけるぐらいか。看護師あるあるもやってなかったから、はいはいはい、あのアカウントのフォロワー自体がめっちゃ少なかったよ。300とか400とかやってる。うん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 。だから全部に答えてて。あ、なるほどね。あ、もうほんま全部、あ、来たやつはほぼほぼな。なるほど、ね。そう、まあ同じような質問かぶったらちょっと省いてたけど、はい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 、うんうん、でもほとんど返してて、そう、恋愛系もあれば、はい、医療系の相談もめちゃくんのよ。そうかそうか。看護師さん、はいはいはい、そういうね人たちへの、だからバイト辞めたいんですけどみたいなとこも来てたな。あったな、うん、私すぐに辞めるっていう考えは基本的に嫌みたいな。いやー、え、そうなんですよ。なんみんなね、その嫌やったら辞めたらみたいな、そっちもまあいいとは思うんですけど、マスミさん的にはやっぱ基本的には嫌、うん、何でも辞めるっていうのはね、一旦考えてみて、はい、他の人生の壁にぶち当たった時、だった時も、はい、そこでまたあなたは崩れ落ちるんですかって、一旦それを乗り越えるための方法を考えてみてはみたいなことも、ね、でもどうしてもしんどいならやめるのが吉だよみたいな。そう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 。逃げ道も作ってくれてね。でね、ちょっとな、強めなこと言う時は逃げ道をね、うん、逃げ道を逃げ道を作ってね、あれはすごかったですね。やっぱりその結局、まあ、インスタグラムという全員見れる場所で、うん、あの結構こう広い、あのなんていうんですか、みんなが悩んでるような質問が、うん、まあ、来るわけじゃないですか、恋愛相談とかって、うん、だから結構役立ったと思いますよ。あ、そうですか、はい、皆さんの元気の元になりました。いずれでもあれな、だからどうしようかな、どういう作戦でいく、それだ、インスタグラムでやるのがいいのか、本当に。はいはいはい。ね。24時間で消えてしまう。ま、もうそうやん、もったいない。まあ、まとめて置いてましたけども、うん、それを、まあでも、なんか、創立でみんながちょうどおもろいみたいなとこもあるんですよ。まあな、うん、飛ばすこともできるし、じっと見ることもできるし。そう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 。で、うわ、うるさいうるさいっていうね。でも指止めてまうみたいな。そうそうそう、呼んでまうっていうね。うん、じゃ、質問採用されたみたいなのもありますし、ね。あるあるある。うん、YouTube。一回やった方がええか、うん、でもしかないか、いや、そうやな、 YouTube でもいいんですけど、でも、うん、マスミさん的にはそのやっぱ文字の方が落ち着いて考えれるし、うん、いいんですか。いや、そうやな、この場で読んで言うよりも、うん、ちょっと考えたいな、なるほどね、なるほどね、うん、ほんでやっぱ言葉遣いが結局香ばしいんで、やっぱ文字ベースの方がいいかもですね、うん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 、やっぱちょっと英語とかも入れたりとかする時あるし。サムデーアハッピーマリッジのこと。よう覚えてんな。いや、私覚えてますよ、だって。すごいやん。そら、いつか幸せな結婚を。何の質問やったっけな、何やったかな、結婚したいですかみたいな感じとか。いや、私に聞いてきてる系やったかな。結婚って幸せなんでしょうかみたいなことかな。あ、で、私は今結婚願望はないけど、いつかそういったパートナーができる。結婚席を入れるとかどうこうじゃなくて、素敵なパートナーと巡り合うことを願ってますみたいな、うん、で、あなたはいつか素敵な結婚してしたらいいんじゃないみたいな、英語でね。いや、ハッピーマリッジ。これはやっぱりね、ほんまいい意味でゾワッとしますよね。あ、本当ですか。はい、またちょっと、またじゃあ再開してほしいですね。
1日1個でもええからちょっと、まあな確かに、うん、ただあんまりにもしんどいからね。あれだってマジで10個ぐらいあげてたもん一晩に。せやで、まあ、3時間ぐらいかんねん10個とか。目が酔って酔って、うん、しゃあないですから、ちょっと夜な夜な、そうそう、できるペースで1日1個打ち返すみたいな。1日1個やってたらまたカレンダーの話も来るかもしれません。うわあれカレンダーにさちゃうんかな、あれどういうか質問やからな。カレンダーというよりかはどんなんやろ、メモ帳。あのさ、うん、キムさんっておったやん。あー、絵はがき、ポストカード、あ、ポストカードな、ポストあれちゃう、あれかゴールはキムさんちゃう、キムさんとかミツル、ミツルさんとか、そう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 、ようねロフトとかに売ってたよあれ、セアビレバンとかな、で言葉をねこう自分で買うんですよ女の子がね、なんか名言みたいなやつ、ほんで朝の紐みたいなやつに木のクリップで、そうや、つないでいって吊るすやん、あ、何してんの。いや、あれはもう決まったんかね、木の洗濯バサミ、あれ専用の洗濯バサミやろ、そうそう、洗濯バサミでね、キム専用の吊るして、うん、それをまた写真に撮るみたいなね、それもありますけど、やれいいかもしれない、ああ、そういう名言をやってくださいよ、うん、グッズ化する可能性はなきにしもあらずやし、まあ単独のグッズとかにしてもええか、いいですね、うん、ちょっとマスミ寄りになるけど、うんうんうん、ちょっとそういうのもありですね、うん、なんかそうやねんな、 ああいうのって結構ビタッとくる人のみたいじゃないですか、うん、この言葉のカリスマってやっぱちょっとずつ一人ずつポジティブの中でも種類が違ったり、うん、ね、アンミカさんも修造さんもギャルも違うわけじゃないですか、うん、だからね、自分にマスミにビタッとくる人がおるわけですよ、ちょっと種類違うもんな、その今言った人たちとは、そのイエーイっていう感じではないもんな、うん、真剣にちょっと向き合ってそう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 、であれなんか香ばしいなツンとくるな、サクさんがツンとくるな、そうそうそう、サクさんの部分を感じさせてくれるっていうね酢飯な部分を、うん、うん、だから皆さんちょっとまあまあちょっと考えますわ、はい、楽しみにしていてください、やるかも、おやすみ、おやすみ、チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう、どう